はいどうも皆さんおはこんばんちゃわ大高実況の大ちゃんです。本日はこちらの復活の呪文をやっていきたいと思います。はい、それというものね、僕表の顔はゲーム実況者、そして裏の顔はパクリゲームハンターというわけで、本日もこちらのまあ復活の呪文2とね、まあファミコンとかのねゲーム思い出します。特にドラクエとかどんなパクリゲームなのかな、やっていこうかな。レッツゴー。復活の呪文入れてください。あーなるほど、じゃあちょっと早速入れてきますか。というわけで復活の呪文、僕はゲーム実況界のアイドル大ちゃんだ。というわけで復活の呪文を早速入れていきましょう。アイドルですからね。なんだこれ。あ、なんかすごい。あーいいね。なんか昔の本当ドラゴンクエストの時みたいに横移動になってますね。話します。なにこれ、祈りの腕は世界一の枝。はあ、なるほど。これでなんかいろいろ変えるわけですね。魔力を少し回復。あーでも金があるからな、これちょっとなんか買ってこうかな。これエルフの粉薬と、なんかまあいいか、買ったんかな。買ったと思うんだけど。あなたは何？あなたこれいけないんだ。これ何？すっごい体調悪そうな人いるんだけど。どうした？え、何これ？ドゥハー！金だ！課金だ、課金。あれ？なんかこの構造見たことある？あれ？もうついちゃったラスボスのところ。はい。よく来たな。味方になれば世界の暗号を貴様にやろう。あれ？聞いたことあるぞ、この言葉。どうだ？欲しいです！ふざけたやつめ。貴様のようなやつは一瞬で消す地味にしてやろう。むごたらしく死ぬがよい。あ、戦闘始まるんだ、一応。神竜王！いきなり神竜王かよ。やばい。すごいぞ、猛烈な吹雪が。痛い。いけ、でも。9ポイントって。呪文なんかない。スカリ、ベホミオ、ギロ。これはじゃない、ギラじゃないか。オッケー、いいダメージ。そうだ。MP、えぐ。ちょっと待って。MP、えぐいぐらいあるんだけど、なにこれ。あ、入れて。つか、音楽もさ、これ、音楽も、パクってるね、これ。これは、ドラクエのパクリやないかい！もう今更やけど。めっちゃドラクエのパクリやん。これでベホミを。痛い。回復でも追いついてきた。一旦回復した後、スカリをつけて、多分防御力上がるだろ、スカリ。スカリで。おい、いいね、ダメージ減った。これでギロ連発よ。ラロヒーってさ、ラリホーのこと？ややこしいけど。どうなんだろうかな。ちょっと一回打ってみるか。効くかもしんない。痛いって。眠った、うっそ。ガバガバじゃねえかよ、神竜王の体勢がよ。めっちゃ眠ってるんだけど、アイテムとか何？魔術の玉、音切りそう。あれ？なんか、風雷の試練的な、お弁当、魔術の玉。これ魔術の玉って何なんだろう。え？おー、つえ！もう一個あったよね、魔術の玉。おい、いけ。ちょっと待って。それ以上にさ、僕、エーテルにびっくりした、エーテル。これ、エーテルってなんだっけ？ FF か？ FF にあったっけ？エーテルって。魔術、マジックポイント回復できるようなやつだよね。オッケー。どうした？はい！グレイド！あなたはすごい！でももっと強いやつが待っているかもしれないよ！この何か英語に見せかけた。全部日本語。やったぜ！ Thank you for playing！ 僕はゲーム実況界のアイドル大ちゃんだ。やったぜ！なんかね、この復活の呪文の、文字とかによって多分このステータスが変わってくるんだよ。 HP とか MP とか。だからそういう復活の呪文を、めちゃめちゃ強い復活の呪文を考えて、またねクリアタイムをね
ビュッと短くできるような方法も絶対あると思うんだよね。すごい意外とよくできたゲームだよね。うん、完璧にドラクエ1のパクリだけど。けどこれはね、もうなんだろう、本なんつうんだろうな、ドラクエ1へのさ、こう尊敬がさ、フューチャリングがなんかすごいと思いましたんで、結構ねパクリゲームだけど。めちゃめちゃ楽しいかもしんないこれ。これはねパクリゲームじゃないです、オマージュゲーム、とてもいい観点の持ち主だと思います。これすごい楽しかった、ありがとうございます。いや早すぎ。25秒ラスボス、そんな早く倒せたらゴミだろそのゲーム。